何これ？教会か。スタート雑草でよくわから今はないダメけど。だ。男が、今はダメだ。お？イケメン。それより、もう遅いから帰ろ。送ってく。なんだ急に、このさ、ルカ君の胸元の開き方、これ、注意されるよ、学校行ったら。起きてる起きてる。はい、皆さん、こんにちは、ジュタンです。ときメモやっていきたいと思います。私、ジュタンですが、ときメモシリーズは実はそんなやったことないので、ちょっとなかなか戸惑う場面もあるかもしれないんですが、やっていきたいと思います。いきなりなんか、男性の声が流れたね。起きてる起きてるって。びっくりしたよ、ちょっと。それじゃあ、初めからやっていきます。おっと、まずはプロフィールだね。まあ、名前、ジュタンでいこうかな。こんな名前のやついるかって感じだけど。あ、でもね、キングダム、漫画のキングダムでもね、ジ・アガーっていう、名前の武将いるぐらいだから、ジ・タンがいても別におかしくないんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、ジ・タンあで、なたの名呼字ばのれ読み方。方は？こじれゃあ、でこれでいきましょう。水瓶座なんだね。こオッケー？じれゃでいいあ、で行す。こっか。また後でね。これ、さっきからこの声聞こえるけど、誰なんだ？海がすごく綺麗。ちょっと話してる人、じってなんか嫌だな、ちょっとこれ。気持ちが入らないな。やっぱり羽ばたき市って素敵なところだな。本当に懐かしい。海も町も小さい頃住んでいた時のまま。あ、この羽ばたき市に住んでて、どっかあれかな、引っ越して戻ってきたとかそういうことなのかな。ちょっとそのストーリーがなかなか分かってないんだけどさ。少し歩いてみよう。あれ？ここ、どこだろう？迷っちゃったかも。どこ歩いてる？ どこ、さっきと全然違うところだけど、なんか森の中に入ってきてるけど。気づいたらこんなとこにいたなんてことある？おっと？なんか建物が見える。なんだろう、あの建物。何これ？教会か。スタート雑草でよくわから今なはいダけメど。だ。男が、今はダメだ。お？イケメン。挑発イケメン来たね。その教会に入りたいんだろ？いや、入りたくて来たわけでは、迷い込んじゃっただけなんだけど。鍵がかかってる。中には入れないよ。なんで知ってんの？この人。この建物の住民なの？住人？すみません。私、帰り道を探してたら、いや、なんかこの、ドジっ子なの、この人は。帰り道探してあんなとこに迷い込んでさ。このどうして男謝のん子の？は誰なんだろう。どうして謝んの？だって、この教会の人じゃないんですか？まあそうだよね。なんかそうなおのや？かなって思ったけど。俺も違うんだ。帰るところがわからなくなったんだ。嘘だろ。羽ばたき市に住んでるやつ、なんか頭変な、頭おかしい人ばっか、もしかして。なんだ。じゃあ、私と一緒。危ない。あ、運動神経がいい人なのかな？あんなに高いところから、怪我しなかった？平気。それよりもう遅いから帰ろ。送ってく。なんだ急に。怖いってこれ。いや、普通にさ、迷い込んでさ、急に出会った人にさ、こんな感じで言われたら怖くないか、普通に。で、送ってもらってんの？これ。おい、ちょっと、見知らぬ人にはついていっちゃダメって、大体さ、お母着いさんからた。教えてもらうでしょ、みんな。ここだろ。え、なんで知ってんの？ついた、ここだろ？家知ってんの？うん、ありがとう。でも、どうして私の家知ってたの？いや、本当だよね。怖いって、それ。もしかして、教会で待ち伏せしてたの？この人は。そう。どうしてだっけ？ちょっと、怖いって、怖いって。警察行こう、これ。じゃあな。いや、怖っ。待って。帰り道がわからないんじゃ。そうだよね。帰り道わかんなくて、男も教会に迷い込んでたんだよね、きっ思いと。出した。え？ガチの変な人だよ。変な人、てんてんてんって。でも、ちょっと素敵な人だったの。ちょっと待って。え、女性はこんなのでさ、コロッといっちゃうの。怖いって。
無理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 。僕はちょっともうあの人怖いよ。もういいかい。回想シーンかな。まだだよ。まだだよ。ここはそうか。この教会、お？それ何？回想シーンでちっちゃい頃にこの教会に来たことがあったこと？もういいかい。これは男の、もしかしてさっきの男なのか？幼なじみとかそういうこと？実は忘れてただけで。かくれんぼしたっけ？この子はルカくん、桜井ルカくん。おいで。かっこいい名前だね。あ、かくれんぼをなんか3人ぐらいでやってて、この人と一緒に隠れてる感じかな。いつもニコニコしてるのに。悲しそうな目の男の子だった。なんか闇を抱えてる男なの？桜井ルカくん。もういいかい。この男の子さ、誰？ずっともういいかいって言ってるけど、まあ、隠れて、あげたら？早く、こっち。早く、こっち。かわいいね、ルカくん。うん。え、さっきの不審者がルカくんっていう、そういうこと？そういう話？あ、かわいいお花。こんなところに咲いてたんだ。お花か、あれは。なんかただの草では、あの三つ葉みたいな、五つ葉。こんなところに咲いてたんだ。え、なんだなんだ。見つけた。あら、見つかっちゃった。この子は、ほら、今度はルカが鬼だ。あ、ルカくんが見つかったんだね。あ、ルカくんのお兄ちゃんなんだ。コウくん、桜井光一くんだ。へえ、かっこいい名前だね、お兄ちゃんも。こう、見て、見つけたよ。バカだな、ルカは見つけられたんだろそうだよね。見つけたよじゃなくて、見つかったんだよって感じだよね。少し乱暴だけど、優しい目の男の子だった。光一くんの話かな。そうじゃないよ、この花。花？花？この花はね、妖精の鍵だよ。うん、な、何、どういうこと？妖精の鍵？どういうことだ？やっぱり一つだけ望みを叶えてくれる妖精の鍵。これルカくんがさっきのあの挑発イケメンだとしたら、やっぱりちょっとルカくん頭おかしいのでは。心に思い描く人のところに、はいはい、連れてってくれるんだ。どういうこと？よ、それが妖精の鍵だな。そんなの嘘に決まってる。本当だよ。まあ、そうだよね。嘘だ。喧嘩しちゃダメ。チェ、行くぞ。あ、もうかくれんぼは終わりかい？じゃあ、もうここへは来られない？あ、じいちゃん、じいちゃんってちょっと言いづらいけど、そうかそうか、やっぱりそうか。で、引っ越してまた戻ってきたってことだよね。そうだ、それから私が引っ越すことになって。自分だけここに残ればいいよ。そうしなよ。コウくん、なんかそんな仲良かったんだね、この3人。無理だよ。僕、妖精の鍵探してくる。な、ど、いや、ちょ、ルカくん、やっぱりちょっと頭をか、きっとまた会える。お祈りするんだ。また会えますように。うん。また会えますように。やめろよ、そんなの嘘だ。僕はちょっとコウくんのちょっと持っちゃうけどな。なんかルカくん、ちょっとなんか怖いよ、若干。私は、え、さっきのルカだよね、きっと。ルカくんだよね、きっと。それから3人で一緒に探したけど、もうどこにもあの花は咲いてなくて、2人とも今頃どうしてるだろう。まだこの町にいるのかな。あ、もうずっとアラーム鳴ってたね。そうか、夢だったんだ、ルカくんとフォーくん。懐かしいな。あれ、もしかして、昨日の男の子。いや、そうだよね。え、あれが多分ルカくんだよね。いけない、遅刻しちゃう。はい。ということで、メニュー画面なのか、これ、マイルーム。あなたの数値化された能力を確認できます。次の行動を決めるコマンドを選ぶこともできます。左下のこのストレスとか学力とか書いてるのが、数値化された能力、過去パラメータなんだね。
で右側がその行動を決めるコマンドですと。そういうことか。うん、全部入学式なんだこれ入学式に行きなさいってことだね、きっと。入学式、いきなり入学式からこの遅刻しそうになってんだね、この子は。でさあ、文字表示スピードだ。これをちょっとか、早めよう。なんかちょっと遅いもんね。よし、じゃあ、新着メールが届いてます。これもちょっと見とくか。アルバイト情報、知り合いからのメールやアルバイト情報などを見ることができます。こまめに確認してみましょう。はい。アルバイトだね。私自体は高校生の時にアルバイトとかしてなかったんだけど、いや、高校生でさ、アルバイトとかする人ほんと偉いなって思うよね。お小遣いだけだと洋服とかあまり買えないし、アルバイトか考えてみよう。なるほどね。まあちょっとアルバイト興味あるね。アルバイト先でなんか素敵な男性と出会えたりもするんじゃないか。まあ入学式行くか、とりあえず。さてと、君も制服も OK、忘れ物もなし。今日から私も高校生、気合を入れていこう。かわいいな。字、かわいいよ。うわ、なんか玄関も立派。外はいい天気。私の高校生活、いいことありそう。かわいいな、ほんとに。わっ。なんで、え、怖っ。誰、危ねえな、おい。ヤンキーみたいな人。え、ちょっと待って。ほんとさ、この人のさ、この左耳のさ、ピアス、さっきのさ、挑発イケメンもさ、同じピアスしてた気がする。ピアス、イヤリング、これ、コウくんじゃない？兄弟なんじゃない？すみません。私、学校に行かないと。怖っ。見ろ、ビビってんじゃねえか。どうすんだよ。やっぱさ、コウの顔が怖すぎるんだ。やっぱりコウくんだ。どう見ても悪者だから。人のこと言えんのか、てめえは。あ、やっぱり、やっぱりルカだ、ルカくんだ、あれ。このさ、ルカくんの胸元の開き方、これ、注意されるよ、学校行ったら。こんなはだけた高校生、あんまいないと思うんだけど。二人揃ったら、昨日の。思い出すかと思ったんだけど、ダメ？いや、思い出したよ、ルカくんとコウくんだね。はいはい、だいぶ。あんな、なんか回想シーンだとさ、すごい可愛らしい男の子二人だったのがさ、こんなチャラ男とヤンキーみたいに成長しちゃったんだね。ああ、当たり。コウくんちょっとなんかほんと、なんかす、この二人さ、全然正反対のこの成長の仕方してるけど。たーちゃん、おかえり。あんちゃんだって、たーちゃんって言ったのか今。じゃあ、これからは3人一緒に羽ばたき学園に通えるんだね。いきなり退学にならなければ。いやいやいや、ルカ君、それ君が一番心配しないといけないことだよ、多分。退学って、そういえば2人とも、なんていうか、小さい頃と変わったね。本当だよ。ルカ君なんかさ、妖精の鍵がとかなんとかね、言ってたからね。あれから、こうはグレたから。やっぱり、2人とも。確かにそんな気がする。2人ともっつってんだろって、怖いな、こう君。二人ともグレちゃったの？お前が変わらなすぎなんだよ。いや、どうなんだそれは。いや、変わってるけどね、コウ君とルカ君もだいぶ。そうかな、そんなことないでしょ。全然変わんない。俺、すぐわかった。容姿もそんな変わってないってことなんだね。それはそれでちょっと、確かにね。遅刻すんぞ。ちょっとこう大人っぽく見られたいみたいなところあるよね、やっぱ。目つけられるよ、コウ君、それは。その感じは。そういえば、兄弟揃って入学式なの？確かコウ君の方がお兄ちゃんだよね。あら、ちょっと触れちゃいけないとこ触れてるんじゃない？それ。そういう家もあんだよ。いや、家ってどういうこと？あ、そういうこと？なんか、親が違うとか、そういうこと？そっか、ごめんね。おっかねえな、お兄ちゃんは。確かにちょっと似てないもんね、この二人。母親かね、父親か、どっちか、あれなんじゃない？違うんじゃない？気持ち悪いんだよ。ダメだこれ。走るぞ。たーちゃん。ビーダッシュ。たーちゃん、ビーダッシュだって。ちょっと待って。さあ、入学式来ました、学校。間に合ったか。余裕。チャラ男だな、ルカ君。おい、あれ、ま
さか桜井兄弟じゃ。おいおい、噂されてるぞ桜井兄弟。桜井兄弟って例のあの、何例のあのって、なんか問題起こしたしょ絶対。コウ君は絶対喧嘩とかさ、デルカ君はなんか妖精の鍵がとかちょっと変なこと言ってるからさ、話題になってるよ。なんで幅学にいんの、やだ、なんか怖い。怖いよね、特にコウ君はちょっと怖いよね。すごく有名みたい。新入生の皆さん、ご入学理事長ございます。イケボだな、随分と。皆さんは本日この時より羽ばたき学園の生徒となりました。我が校のすげえイケボだな。だいたいさ、みんなのこう学校のさ、こういう理事長とか高校とかもっとなんかボソボソ喋るよね。でだいたい眠たくなるんだよね。でもなんかこんなイケボで話されたら結構ちゃんと聞けるね。この学園で皆さんには自由にのびのびとかけがえのない青春時代を綴ってほしい。そして3年後、この学園から飛び立つ日を、はいはいはい、笑顔で迎えられるよう。これってさ、ときメモってその何、卒業式までやるの、高校3年間やるのかな。結構長い時間楽しめそうだね。パチパチパチ。はい、教室来ました。懐かしいな、なんかこの教室の感じ。自分のね、あの高校生とか中学生の頃思い出すわ。担任の先生、どんな人なんだろう。さあ、担任かな、どんな人。はい、静かにしろ。おうおう、なんかちょっとチャラそうな。お、全然違かった。新人教師みたいな人来たよ。先生だよね、ずいぶん若そうだけど。おっすなんか絶対さ、結構新人さんだよね。声が小さいぞ。結構なんか体育会系な感じ。よっす。これさ、先生となんかこう恋愛みたいなこともあるの。この大迫力って何、これ名前もしかして。これなんかこの人のなんか座右の銘みたいな感じ、はい、読めるやつ。これもしかして名前。おい、どうした、誰も読めないのか。じゃあそこの女子、名前は。あ、私、あのジさんと申します。ジ、じゃあ読んでくれ。大迫力ですか、うん、まあそうだよね、大阪。やっぱ名前なんじゃない。あ、ほら、あ、先生の名前だ。なりは小さくても大迫力、よろしくな。大阪力だと思ったよ。大阪半端ねえな覚えやすいだろ。大阪半端ないわ。みんなの原告も担当する。ああ、国語の担当か。嘘でしょ、今なりは小さいって言ってたからさ、やっぱ結構身長小さい人だよね、はい。先生、一体何歳なんすか。ああ、若そう、確かに。青春真っ只中の24歳だ。ああ、やっぱじゃあもう大学卒業して結構すぐだよね。おいおい、先生そんなに老けてるか。どっちかというと結構幼く見えるけど。なはい、次、何でもいいぞ。いいね、なんかこうやる気のある若い先生、はい、いいね。恋人はいますか。ああ、もう女子ってそういうことすぐ聞くよね。早速来たな。先生の恋人は教育だ。いるの。あー、出た、そういう熱血熱血な先生だな。一度行ってみたかったんだ。現在恋人大募集中だ。え、これやっぱ先生と恋愛みたいな、そういうこともあるのかな。なんか今のところこの大阪先生、ルカ君、コウ君と3人いるけど、もう大阪先生が一番まともでいい人に見えるな。またイケボのなんか人来たな。自己紹介をしてたら盛り上がってしまいました。これ先生なの、この右の今入ってきた人は。この髪の色何、これ風紀委員に注意されるよ、うん、こんな色の髪。学年主任の氷室だ。あ、学年主任の氷室。諸君の数学も受け持つことになる。数学の担任担当でもあるんだね。和気あいあいも結構だが、氷室先生ってことか。諸君は今日から高校生だ。氷室先生厳しそうだね。勉学に励み、実りある3年間とするように。なんか怖そう、この先生。え、この氷室先生と恋愛するみたいなパターンもあるのかな。ちょっと、え、あ、はい。いきなりなんか怒られるの。失敗失敗。え、どうしたの先生。怒られ た。なんで氷室先生、何がそんなに気に入らなかったの、大阪先生のこと。ほらほら、静かにしろ。実は何で怒られたの。先生もみんなと同じで
クラス担任は先生だ。あ、はい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 、なるほど。わからないことも多いけど、お互い締まっていこうぜ。いいね、はい、じゃあ出席取るぞ。いいじゃん、みんな1年生とあの担当担任持つのも初めての先生っていうことなんだね。いいじゃん。うん、確かに青春ドラマの先生みたい。うん、楽しい1年になりそう。確かにいい先生じゃない。さあ、またメニューコマンドだね。4月の5日ですと。休養をとってストレス発散、勉強をして学力アップ、絵を描いて芸術を伸ばす、おしゃれをして魅力アップ、雑誌を読んで流行をつかむ、運動をして体を鍛える。うんうんうん。一人でお出かけする、電話をかける。さあ何しようか。電話をかけるってこと誰に電話、なんでルカ君とさ、あのコウ君のもうさ電話帳入ってるの。いつの間に連絡先交換したんだ。まあちょっとやっぱりまずもう学生だから、まずは最初ちょっと勉強しようか。勉強して学力アップ。学力が今40だから、気配り魅力、ちょっと一回じゃ勉強してみるか。で、かわいい、なんかあ、まで1日経過、あ、なんか学力2上がった。今月曜日ですと。運動してみる。かわいい縄跳びしてる。おっと、なんか学校の学校に移ったよ。1年組はここだ。え、どうしたの。わたたた、ごめん、怪我しなかった。これ女の子かな、友達。あ、はい、大丈夫。あ、女の子だ。背が高くて綺麗な人。やばいかも。何、どうしたの。私、花椿カレン。花椿カレン、なんて綺麗な名前。あ、私ジタン、よろしくね。よろしく。ねえねえ、中等部にはいなかったよね。あ、何これ、その中高一貫の高校なの、ここって。前はこの町に住んでたけど、羽ばたき学園は高校から、うん、そっかそっか。何、どうしたの、なんか色っぽいんだけど。花椿さん、何でも。花椿カレンって何、この人ハーフの人。それより花椿さんってまさか、羽ばたき氏が生んだ世紀のファッションリーダー、世界の花椿五郎先生の、うん、まあそんなとこ。ああ、そうなんだ。有名人の子供とかそういうことではないのかな。登園なんだね。じゃあやっぱりファッションに詳しいの。まあね、お店もやってるの。ほー、はい、すごい。名刺、雑貨屋シモン、マネージャー、コーディネーター、モデル。ちょっとすごくない？このスーパー高校生じゃん。やば。まあモデルはさ、まだ100歩譲ってわかるけどさ、マネージャーってちょっと、もだって経営に関わってる人じゃないの？ねえねえ、それより洋服とか好きな方？なんかあれだよね、はい、雑誌を読んで今の流行をつかむみたいなコマンドさっきあったけど、そういうので勉強しておくと、これ花椿さんと仲良くなれるんじゃない？うん、まあ。よかった。じゃあさ、なんか相談あったら何でも聞いて。へえ。お店に来てくれたらサービスしちゃう。お出かけ先増えそうだね。これちょっとそのさ、流行とか勉強して花椿さんと仲良くなったら、なんかそのモデル友達紹介してくれたりしないのかな？それからさ、モデルのイケメンくんと恋愛するとかないのかな、そういうこと。なんかちょっと変なこと企んでそうな顔してるぞ。それからさーって言ってるけど、あんたのことをバンビって呼んで。なんで、なんで、どうして、なんでバンビになった。バンビなぜ、僕ジタンだよ。だってそういう感じだもん。もうなんどういうこと。ほらキョロンとしてて。なんかこの羽ばたき氏はさ、ルカ君が妖精の鍵がとか言い出したりさ、急にバンビとかこれ花椿さん言い出してさ、なんか変な人多くない。なんかそうかな、初めて言われた。じゃあ私が名付け親、決まりね、バンビ。バンビになっちゃった。ちょっとジタン返して。いけない俺だ。じゃあまたね、楽しくなりそう。チャオ。なんかめちゃめちゃ明るいね。まあ確かにすごい綺麗な人だし、友達が多そうな人だね。花椿カレンさん、賑やかな人だな。でもファッションのこといろいろ聞けそう。それにしてもバンビって、本当だよね。ちゃんとそれ否定、ちゃんと強く否定しないとダメだよ、そこは。さあ放課後かな。今日も一日いろいろあったな。さあ帰ろ。待って。
え、また女の子？あー、かわいい。あの、私？うん。名前は？なんかこの子もちょっと不思議そうな雰囲気がある人だな。あの、ズタンですけど。星座は水が水。お、正解。占い師ですか？え、正解正解、すごいな。合ってるよ。合ってる合ってる合ってる。あなた何？いいの？なんで？それよりちょっとちょっとさ。星の導きを信じる。おい、羽ばたき師変な人しかおらんぞ。やばいやばいやばい。星？そう。知らぬが仏かもしれない。変な人。この子は逆に全然友達いなさそうだね。なんだかすごく気になるんだけど。バンビミあ、カレンに見つかった。あ、夏巻さん。ミオちゃんも。あ、ミオちゃんって言うんだ。二人って友達？まあ、今ちょっと知り合ったばっかだけど。私今呼び止められて。なんだお初か。この子宇賀神ミオちゃん。宇賀神ミオちゃん。ちゃんはやめてって言ってるでしょ、カレン。あ、この二人は本当仲いいんだね。ごめんごめん。いい子だよ。ちょっとシュールだけど。シュールなのか？ちょっともう変な雰囲気を。もう可愛い顔しちゃって。仲いいね。これ二人とも B 組の子なのかな。星の話知りたい？知りたいよ。またやってる。ミオは占いに凝ってんの。すごく当たるんだから。当たるんだ、ね、でも実際血液型とかさ、星座当てるのすごいよね。そうなんだ、ね、運勢本当に知りたくなったらいつでも相談して。そうだね、相談しよう。その恋愛運とかね、その時はよろしくね。はい、自己紹介終わり。ねえ、カレンとミオとバンビのキューティースリー決定のお祝いにケーキ食べに行こう。カレンは本当になんかこう陽キャって感じだね。キューティースリーだって。うん、行こう。スリーえどういう、それどういう意味だい、ミオちゃん。私は含まれてないっていう意味？それとももしかしてあの3人目のジタンに言ってる？それ、そのカレンとミオの2人だよなとか、そういう意味で言ってる？ミオちゃん、そこ引っかからない。あ？あら、なんだなんだなんだ、なんかいろいろパラメーターが勝手に変わってってるけど、でもなんか運動がどんどん上がったね。気配りがどんどん下がった気がする。芸術が1上がったかな。はい、ということで1週間経過して今4月12日の日曜日だね。いやー、ちょっとこれから3年間やるんだよね。今1年目って書いてるからさ。はい、じゃあときメモガールズサイド3、これから多分いろんな男の子と出会ったり、女の子ね、友達と出会ったりとかして、これから愉快な高校生活を送るんでしょう。まあちょっとね、誰と恋愛するかとか、ちょっとこれからいろいろね、まあ多分これからいろいろとまだ出会うからさ、それでね、あのですね、ちょっと遊んだりとか、その男の子を見てちょっと決めていきたいね。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバーイ。